皆さん、番外編ということで、今はこのスキレットで目玉焼きを焼いております。で、下にハムを引いて目玉焼きをポイってこう卵をね乗っけて作ってます。それがこんな感じ。うわー、てください、この半熟具合ですよ。もうちょっとだけ火通してあげて味をつけます。まずちょっと塩コショウを軽くパッ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 とこう振ります。で、それからご飯を用意してます。じゃあもう何するか分かりますよね。そうです、この上に卵ぶっかけるんですけど、その前にちょっとだけマヨネーズをシャッ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 とやっておきます。そしてこの卵を半分ね乗っけましょう。よいしょよいしょよいしょ。もうこの時点でね、めちゃくちゃうまそうなんですけど、これにさらに醤油を一周 OK、 こんな感じ。はい、見てください、卵割ります。うわーうわー、これはうまいよ。こんな感じですよ。うわうまそう。いただきます。うん、おいしい。これはやばい。やっぱね、庭でやるからこそこういうのができるんですよ。冷蔵庫近いから出ちゃうとやっぱできないから。うん、うめえ。この半熟卵を少しずつ少しずつご飯と絡ませながら食べていくわけですよね。わかめさん、うん、うまっ。醤油と卵の絶妙なマッチングですよ、これ。相当いい。うん、あえて肉とかを控えめにしといて最後に締めでこれをいくと、もう最高のコンビネーションですよ。うん、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。あとはね、片付けてゆっくりしたいと思います。それではさよなら。短いですけどさよならでした。Thank you.